どうすんの。うちの動画ですね、あのいつもこんな感じでこう iPhone 挟むやつでこう撮っとるわけなんですが、タチさんがね、あのシンナーぶっこぼしてね、でごめんこぼしちゃったって言ったらね、向き変えとしたら折れるっていうね、この大惨事がありましたので、そしてマイクのとこ閉めようとしたら折れるっていう大惨事。え、何か言った？スパイダーネットが。スパイダーネットが。どっから来た蜘蛛の巣みたいな。ほんまやん。さあというわけで、中研ぎしたらですね、あのフレークブラックレインボーというカラーで塗る予定だったものを削りましたらですね、あのブラックが消えてシルバー目が全部出てくるっていうこの謎のこの現象、初めからこんなものを使わずに普通のやつでやりゃよかったんじゃないか疑惑。その話聞いてへんの。これでですね、あの私一生懸命デコデコしないように頑張って削りました。というわけでもう仕方がないので、カラークリアを作りまして、このシルバー目消していこうと思います。不安やわ。さあというわけでカラークリアを作りまして、シルバー目を消していこうというこの作戦、無駄に高いフレークを買った自分がドツボにはまるという悲しさ。まあこんなんやったらでも本当に高いフレーク買わんでよかったやん。いやいや削らんとさ、デコデコして、だってこの車買った人を洗車するときさ、よし車洗おう思ったらさ、スポンジボロボロなんで。クリアで中取り寄せないかな。でもキヨピーっていう人のチャンネルでは色にもよるかもしれんよ、使うフレークの。ああなるほど。これさ、なんかもしかしたらさ、うん、ブラックフレークでも削ると中シルバーなんだよね。そうだから着色でされてるだけなんやな多分な。で削るとその黒がなくなっちゃうんだよ、ね、そうこれホロでやるんじゃなかったな、ただめんどくせえわ。こう奥の方からこう光がこうキラキラしとるような、そういうのを目指してはなかったけど、目指さないかんくなった。それは何ででしょう。あ、それそんな、いろんな誤算に決まっとるやん。削っちゃったからね。誰や削るとか言い出したやつ。デコデコしとったらあかんでとかってさ、そういう気持ちはね必要なんやけどね、時には不要なんやで。でもまあとりあえずやってみるとね、いろいろわからない。そうあのこれからうちはもうフレーク屋さんとして名乗りを上げていこうかな。こういう失敗をしましたなのを言えるフレーク屋さん。そう今までありとあらゆるフレークを使い、ありとあらゆるフレークで失敗をし、それをいきなりぶっつけ本番で車に塗るという暴挙に出るというさ。このサイズで練習するから。そうこっからさ、見てるとなんかいい感じになんか結構キラキラして、まあこれはこれでよしという仕上がりなんかなと思うねんけどさ、見て、あのカラーにさ、ダクトだけがさ、緑ドルダサいんやけどあれ。ダッサーあれ今。ひどいなあいつ。面白いすぎるわ。さあ、2回乗り終わったけど、なんかゴールドに輝いてる気がする。多分黒の黄身が透けるもん、黒が黄色の、なんか日本語はよくわかんないけど、ラリってきた、うん、見て、ここから見る、この辺、うん、すごいなんかキラ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 ってんね、うん、キラってるって、なんか嫌われ者嫌われ者みたいや、すごいなんかいい感じに見えるんやけどね。いや、こっちのさ、タチさん、ここのシルバー目消せる？もうちょい黒足すか、そして。うん、ここ。この上側、こっち側はもう、まあ、折るっちゃ折るんやけどな。って感じやな。あれ、向こうどうなっとったか見る？ああ。ダッサ。色のバランスがダサい。あ、ゴールドやね。ゴールドっぽくない、ゴールドっぽいな。ゴールドっぽいけど、これは、もう茶色くなってきとんだよね。ああ、茶色くなってきとんね。うん。ゴールドを超えて、その黄身がどんどん。出てくる。赤みも、うん、乗っかって茶色くなってくる。あの、青りんところの上っちょだけちょっと黒で潰す、うん、上だけ潰したいな。
こんな感じね。俺ここめっちゃ気に入ってるわ。ここ綺麗ね。すごい綺麗やろ。多分この全身 LED やだっとるから同じような感じではあると思うんだけどな。まあちょっともう火かけてきたんだよな、うん、さあとりあえず明日これクリアかけて、今もっぱつクリアでドンと仕上げて、え今やっちゃう、やっちゃうで研いでもう一回クリア。あじゃあ明日それやって、明日完成しよう、明日完成しようか。着々と塗り進んでおります。でもねもうだいぶツルツルになってキラ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 光り輝いて、ちょっといい感じにね、あんなに不安やったけどちょっと戻ってきたわ、よかった。何日やったんだろうな、もう今やどこに何がついていたか全く記憶がございません。さああとはまだまだね細かいやつ塗ってなんとか今日中に仕上げていこうかなと思います。装着するグリルもね綺麗に真っ黒になりました。さあこちら、あこれいかんな、これいかんね、タチさん、これいかんね、あんまりさ表面映すとさ、うん、集合体恐怖症の人がおるもんね確かにね。いや無理、ぼかしとけ、これぼかしとけってそれもう発想が AV やん。はあ、ようやく終わりに近づいてるわ。どうなんか暴れてる人もんな。さあとりあえず今日は疲れた、今日も疲れた。さあとりあえずあと最後クリアかけて終了やんな。そうじゃあ最後にクリアをかけて今日はまあまたしまいということで、まあ、途中経過はねあんまちょっと取れてなかったけど、まあ、忙しかったわ。というわけで、今日はこのままクリアかけてまた明日に参りたいと思います。最悪やわ、本当に最悪やわ、超めんどくさい、めんどくせえ。内張りこの姉妹だね、あの NTS 技研のものを使用してます。サイドシルトね、うちはあの NTS 技研のものを使用して作っておりますが、かっこええやろこの内張りかっこええやろとかって言いたかった。でこのこだわりね、このリベットでこう止めるっていうね、このうちのこだわりしたらねドアハンドル付け忘れるっていうねでまた外すっていうさ最悪マジめんどくさ。はあ。どうすんの局地的な豪雨に見舞われてどうすんのこれ、テントが飛ばないように抑えた精一杯でもせっかく塗った彼らはもう一度塗り直しですね。最悪やもう最悪やなあとジムニーのブルーシートがこれ使えんわ、やり直しやん、全部やり直しやね、もう一回車内一回洗わねえかんがや、ひどい、もうやんでくれんかな、もうええよ、まあ、タントのフェンダーが黒くなっとるよ、なんかぶつかったのもガンガン当たっちゃって、はい、あ、来た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 、あ、足が浮いとる、足が浮いとる楽しんどんじゃねえいやもうだってカメラ回した時点で面白くある気しかないやん、最悪だよ俺はいや間違いない、もうありえんよもうなあ、えどうする、何今日終わったで本当にね、もうなんかびしょびしょすぎて何もできんよね何しますなんかある、雨でもできそうだ、ジムにもう一回洗いたい、晴れた日にちょっとめくってみようか、いやもう怖くてめくれんよ
ちょっとでも一回これめくってみんとさ、うん、めくってもう一回かけ直すっていう作業があるからね。どっちにしよう。いや、雨やんだな。降水量が、あー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 あ、冷た、まあまあ。一回こっち、一回閉めて、完全に下ろして。ちょっと待って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 。マジ？もう、ダイスのせ、もう。引っ越した。引っ越したい。こんなとこしときよかった。ああ、もう最悪。もう、ああ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 。一回このまま寝とこうか。もう水没？本当やだ。本当にやだ。もう本当やだ。ああ、でもまあインパネはちょっとそっちがいかんな。まあどっちにしろ一回洗うけどさ、この車は。また洗わないかんや。お前そこにじゃあってすんなよ。一緒やもん。もう一緒やけどさ。ちょっとダイスもそれ。ダイスひどい。言い出して。もう最悪マジで。今日終了です。また次回。さよなら。もうさよなら。さよなら。もうさよ。一言も話したくない。もう喋りたくない、もう。スポンサー大募集中。詳しくはこちらまで。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。